再生数だけが成功じゃない、えー、どうもですあの俺が最近よくコラボしているユーチューバーであの綿貫渉さんっているじゃないですか。で、えっ、ー、と、俺のチャンネルだと綿貫さんとのコラボ動画が2本すでに上がってて、で、綿貫さんの方では確か3本上がってるのかな。まあ、俺もあのちょっと遅れてるけど、まあ、これから出そうと思っていて、で、まあ、とにかく最近よくコラボしてるんですよ。で、 ただね、多分みんなおそらく思っているであろうことが、多分俺と、あのー、綿貫さんのコラボ動画って失敗してるんじゃないかっていう、うん、あれ、あのーまあ、再生回数さ、見ればわかるんですけど、まあ、俺の動画って大体ね、まあ、あのどの動画を見ても数千,再回,生数数千回再生、であのーまあ、平均すると大体、まあ、1本あたり6000再生。 くらいは言ってるんですけど綿貫さんとのコラボ動画だけ明らかにあの再生数が低いんですよね。で、うん、大体今2、3000回再生かな、あの本当ね、勝負と言われる1日2日でもう1 0 0何百回とかしか再生されなかったんですよね。で、逆に綿貫さんの方でも、まあもう渡貫さんっていうのも俺より全然ずっと格上の YouTuber で、まああのー、自分より全然再生回数稼いでいて、で大体どの動画を見てもさ、あのー、 まあ何万回って再生されてるわけですよねでも俺とのコラボ動画だけ4桁再生ほんと3,000回とかしか再生されなかったですよどだいたいね俺の倍くらいは再生されてたような気もするんですけどまあただあのそのチャンネルの中だけで見ればさ明らかに再生回数少ないんですよあのもう本当普通のさあのいつも普段上げてる動画の半分以下そんぐらいのまあ感覚ですよね だから確かにねパッと見あれ失敗なんですよでもあの俺は全然ねその失敗とまでは思わないんですよでその理由がね2つあるんですけどまあまず一つ目がねじゃあなぜあの動画を上げたかっていうことなんですよあのまあ端的にまああの簡潔に言ってしまうとあの動画はの俺と渡辺さんが上げたかった動画だからなんですよねいやまあ、自己満って言っちゃまあそれまでなんですけど。 じゃあそもそもなんであの俺と綿貫さんがコラボしたのっていうと、まあ、あの俺は今さこうバス業界にいてで綿貫さんはも,もともとバス業界の人だったわけじゃないですか、まあ、あの働いてる場所が全然違うからじゃあ二人で、ね、話すともっと深い深く掘り下げた話ができるよねっていうふうに思ってで、まあ、あのお互いにさこう、まあ、あのどっちもねやっぱバスに関してもいろんな人にさ深く知ってもらいたいと思ってるから まあ、あのお互いに利害が一,一致してさで俺もあげたいと思ってで渡さんもあげたいって思ったからあの今まで上げた、まあ、対談メインの動画を、まあ、お互いにあげたわけですよね、うん、でもまあ残念ながらそのねあの勝負と言われる1日2日では全然伸びなかった、うん、まあまあね数千回再生されりゃまあ十分じゃないかっていう気がしなくもないんですけどただまあねあの、まあ、他の動画に比べると少ないと。 うん、でなんで当たり前かっていうと、あのーまあ、そもそもどういうなんかどうしてさ俺が YouTube をやってるかっていうこと、あのーまあ第一の目的にはねあの俺の意見とかさこうバスのさ現状をなるべく深くでなるべく知ってもらいたいっていうただそれだけの理由で YouTube でいろいろ発信してるわけですよね。 うん、だからさ、あのー、俺がよく挙げているそのバス業界についての動画って、まあ、あんまり面白くないって思う人が、うん、多いと思うんですよ。だって、あのー、視聴者が見たいのはその視聴者にとって受けがいい面白い動画ですよね。でも俺が発信したいのはやっぱその、ね、俺の意見をさ言うだとかさこう、ね、あの業界について伝えるってそういう動画、まあ、要は俺が 出したい動画と視聴者が求めているあの動画っていうのはまあちょっとずれがあるわけですよねだから、まあ、それを突き詰めた綿貫さんとのコラボ動画が、まあ、たくさん再生されるわけがないんですよ、うん、でも全然いいんですよだってそれやりたかったからもうそれに尽きる、うん、俺が綿貫さんとコラボした最大の理由っていうのがやっぱそのバス業界のさ深い話を出したい ただそれだけなんですよね。だからあの動画は再生されることに意味があるんじゃなくてあの動画を出すことに意味があるんです。これはもう渡貫さんも同じこと言ってたんですよ。うん、だから、まあ、そういう意味でも全然利害が一致してるのは間違いないっていうわけですよ、うん。でまあでもまあ,あの確かにねあの最初の1日2日で思ったより伸びなかったっていうのはちょっとまあ誤算ではあったっていうのはまあそれはちょっと否めないかなっていう感じ。まあ、ただねそれも全然問題ないんですよ。 問題ないだってあの YouTube ってさ最初の何日かしか見れないってわけじゃなくてさあの1回動画出せばその先さもう半永久的に見れるわけですよねうん、あの10年以上前の動画とかも普通にいっぱいありますからそれがさあの5年10年後した時に、まあ、見てくれる人がいればそれでいいわけですよ、うん、まあ、何が言いたいかっていうとあの動画っていうのはあの資産型の動画なんですよね これユうスケさんとの、ねあのー、コラボ動画の中でも俺が話してたんですけど、まあ、YouTube の動画って大きく分けて2つあると思うんですよえ1つが、えー、トレンド型でもう1つが資産型、まあ、トレンド型っていうのはもうその名のと、まありトレンドに対しての、まあ、なんか言及したりとかあの、まあ、何かをやるみたいな動画で、あのー、その動画を出して、まあ、数週間数ヶ月の間っていうのは、まあ、あのー、ね あの新鮮だからこうみんな見てくれるということでバーって再生数がめっちゃ伸びるんですけどまず、あ、そこから先はもう全然再生されないよくて1日数再生とかもうそういうレベルの動画で,で逆に資産型がどういうのかっていうと、えー、まああの細く長く見られる動画ですよねもう最初はもうバーって上がることはないけど、まあ、多少上がりますよ多少は再生回数がまあ多くなるけど、まあ、その後もずっともうコンスタントに何十回何百回って再生され続ける動画 うん、それが、まあ、いわゆる資産型の動画だって俺は呼んでるんですけど綿貫、まあ、あさんと俺のコラボ動画ってまさにその資産型を追求した動画で最初に出した地点でいっぱい再生されなかったとしても後で再生されりゃそれでいいんですよ。 で、まあ、実際ね、俺もあのやっぱ中学、高校の時から YouTube にちょくちょく動画を上げてたわけですよ。まあ、その時はも YouTuber なんて概念全然なかったし俺はただ単にこう撮ったビデオをまあ見てもらいたいっていう、うん、まあ、ある意味ね、自己顕著的なところもあって出した動画で本当に最初期の方に上げた動画って今見たらね本当何十万回って再生あ100万回再生されてる動画もありましたね。あの まああんま言っちゃうとあれなんですけど、まあ、ピアノを弾いてるだけの動画とかさこう鉄道の車窓をこう垂れ流すだけの動画とかあれ意外と外国人とかに受けがよくてすげえ再生回数伸びてるんですよ。であれって最初からその何万回も再生されるとかそういうわけじゃなくてほんと出したちょ直後っていうのはもう数百再生しかされなかったんですけどまああの なんか10年ぐらい経って蓋を開けてみたら実はこんなに再生されてたっていうのがおそらく今回渡、えーまあ、さんと何回かあげたコラボ動画っていうのもそういう傾向にある動画なのかなっていう気がするんですよだから今数千回しか再生されなかったとしても、まあ、何年か経ってみたらもう何万回再生されているみたいなそういう動画になるはずなんですよいやまあならないかもしれないですけれどただあのー 内容がある動画っていうのは多分資産型に分類されると思うんで、まあ、こういうねバス業界の深い話っていうのはおそらく数年経っても、まあ、多分知りたい人は知りたいと思って動画を見るわけですよねだからこの色あせない動画っていうのはあの最初出した時にそんな伸びなくたって全然構わないわけなんですよね そういう意味で、まあ、おそらく、綿貫さん側にあげた俺とのコラボ動画も、俺側にあげた綿貫さんとのコラボ動画も、多分、細く長く再生され続けていくんじゃないかなっていうことをね、予想しているから、別に再生回数が伸びなかったことっていうのは、全然、あの、失敗したっていう、まあ、言える材料にはならないわけなんですよ。まあ、これもね、あのー、今、そんなに再生されてるわけじゃないから、何ったって、虎のダヌキのザン用になっちゃうんですけど、ただ、俺の動画ってやっぱ、 俺のチャンネルねあの運転手のチャンネルって、まあ、資産型とトレンド型、まあ、半々ぐらい上げて、まあ、最近はちょっとトレンド型の方が多いかなって気がするんで、まあ、大体どの動画上げても、まあ、3000回4000回、まあ、中には50006000回で最初の衝動だけで行くやつもあるんですけどその中でその資産型の渡辺さんとの動画を上げると、まあ、1000回2000回しか再生されないだからその地点で見ると失敗してるように見えちゃうわけなんですよね。 もしかしたら、てか今もね現在進行形でそのど,んど,んどんどん逆転している動画ってあるんですけどやっぱずっと再生され続ける動画ってあ,のあ,るあるんですよ、俺のチャンネルにもで。そういうのっていつの間にかあれこんなに言ってたんだみたいなそういう感じで結構 YouTube の収益で大事なのって、まあ、トレンド型で稼ぐのも大事なんですけど結局それって一過性の収益であってで、まあ、大事なのはやっぱその細く長く続いているそれがいくつか積み重ねるよによって で積み重ねることによってまあ安定してこう再生回数を稼げるまあ、再生回数稼ぐっていうのが目的じゃなくて見てもらうことが目的なんで、まあ、別にまあそんなに再生されなくてもいいかなって気がするんですけどでも、まあ、やっぱたくさん見てもらった方がせっかく動画作ったんだらいいですよねだからまあ今後もねその綿貫さんとの、ね、コラボ動画伸び続けることを期待したいって感じですかねまあもうね俺的にはもう綿貫さんと俺のコラボでやりたいことってもう全部やりきっちゃったんで、まあ、今後はねあの まあ、やりきっちゃったからもう渡辺さんとコラボしないよってことはもう全然なくてでもうやりたいことをお互いにできたんならもう今度はあのー、自分らがやりたい動画じゃなくて、あのー、視聴者にこう求められている、まあ、面白い動画をねこうなるべくコラボで上げていきたいなって思って、まあ、ちょっとこれ考えるのも難しいんですけどまあ 今後もちょっとコラボする機会があったらね、そういうところもね、ちょっと考えてやっていきたいと思ってるんでね、あの、綿貫さんとの自分とのコラボをね、楽しみにしてもらえればなと思います。あと、綿貫さんのチャンネルもね、よろしくお願いします。あの、俺と、俺とかの多分出てくる動画が今後も絶対上がるはずなんで、よろしくお願いします。じゃバイバーイ。